J. R. 西日本などは今月二十八日から来年一月四日までの。年末年始の期間はより多くの人が座って旅行できるように。新幹線のぞみの自由席をなくし、すべて指定席にします。J. R. 西日本によりますと、山陽新幹線のぞみ。新大阪から博多間の機能時点での年末年始の予約率は四十点八パーセントで。すでに七十万二千席が予約済みとなっています。 予約席数は自由席がなくなり指定席が増えたことや新型コロナの感染が落ち着いたため、去年の同じ時期と比べておよそ1.5倍に増えているということです。年末年始期間というのはあの、えー、望み号全席指定席ということで、えー、自由席がございませんので、あのまあこれからあのご予定を立てられる方もですねぜひあの前もって。 指定席を取りいただくということをです、ね、ぜひともお願いをしたいと一方、光やミズホなど山陽新幹線全体でも2018年と比べて6%増えコロナ前を上回っています JR では新幹線の混雑のピークを下りが今月29日上りは来年1月3日になると見込んでいます 例年あのまくるはい。では、改めてこの年末年始の新幹線の予約状況を改めて見ていきます。こちらです。まずは下りえ、新大阪、東京方面から下りということなんですが、今月29日と30日の広島駅に到着する。午前7時から午後5時台。この列車が。 そして逆の東京や大阪への上りですねこれは来年1月2日と3日の午前10時台から午後6時台までの列車に予約が集中しているということです。うん、そして今度はは博博多多方方面面です博多方面は 下りが今月の29日から29日と30日の広島駅発の始発から午後5時台までの列車そして上りについては来年1月2日と3日の博多方面から広島駅に到着する午前10時台から午後8時台までの列車で予約が埋まってきています埋まってきているということですけれどもこの他の日はですねまだ空席もあるということで JR 西日本は混雑が予想される時間帯をずらしての利用を呼びかけています